相田がボールを要求、村上がもらいに行きました。村上から相田、相田のこのアタックが魅力、スミスに通りました。福岡最初の得点は今日注目のジョシュア・スミス。バーレル対駒水、バーレルポストプレー外に出した西川、相田のスリー、福岡2連続成功です。ベースラインから相田が出していきます。1試合平均20点のスミスから村上が空いていました。よく走り込んでいた23番の村上です。バーレルが背を向けて駒水と当たる、バーレル対駒水、背を向ける外に出した西川、スリーポイントやり返しです。ランダル対ウベラー、ステップサイドから打ってくる、最初のアテンプトは来ませんがアイラブラウンが回収です。そして中のスミスに通しました。福岡はバーレルがコートに戻ってきました。西川のロングツーが決まって、これで福岡がこの時間リードです。中村太一対森田、バーレル対ハームス、背を向けた外に出して中村、アイラブラウンのスリー、きた。インサイドでハームスがやり合う、森田のスリー、おお、ブロックショット、アイラブラウン。このルーズボール、谷口と雨谷というところですが、堅い守りからいい攻撃で、まずは鹿児島が点差を縮めていきますが、ここも森田が競っていく、中村太一、おー、ブロックショット、森田、もう一度中村、決めきる。ロースコアの展開となっています。空いた中に入れたアイラブラウン、アイラ、決めきる。ジョシュア・スミスと西川が走り込んでいます。一旦ジョシュア・スミスのポストプレーを使う。さすが1試合平均20ポイントのジョシュア・スミスです。今の段階で5ポイントです。アンドリュー・ランダル、相田圭介、ポストプレーのジョシュア・スミスを使います。ブラウンが中にいました。よく見ていました、スミスとブラウンの連携。古巣の福岡には絶対に負けたくないと話していた児玉から、ゲインズ・ジュニアがアタックする、キックアウトは通らない。おー、リチャードソン、ブロックショットはバーレル。壁になるのはランダル、スイッチした。左に中村対児玉、中に入れたランダルが空いていました。ここは相手の一瞬の隙を見逃しませんでした。バーレル外に出した西川、トップの位置、ショットクロック10秒を切っています。相手からジョシュア・スミス対ハームス、スミス外に出して相手のスリーが決まる。西川にハンドオフして、93番の上田が激しくチェックします。ここはファイトオーバー、バーレルがペイントエリアの中にじりじり入っていく、リング下、ここにスミスがいます。福岡は中村からバーレル、バーレル、ここはビッグマンを生かしていきました。今日11得点のゲインズジュニア、おお、ダンクショット行こうというところですが外れます。スリーポイントもあります。ジュフバンバとの1対1、中村、中村入れた、エンドワン。ここはしっかりとキャプテンの神武からジョシュア・スミスを使う、中に中村が走り込む、ショットクロックまもなく残り5秒、あーっとスミスがうまく空いていました。トップの位置、ショットクロック残り10秒、仕掛けていく、これがランダルの魅力、アイラブラウンに通す、最後はスミス。この強力なビッグラインナップです。トップの位置に司令塔の相田に戻して壁を使う、相田にはスリーもあるが、来た、大事な場面で決め切ってきます。0番の相田圭介、0番の相田、スミス、相田に戻す、ポストプレー中に入った、バーレル、豪快なダンクショット。鹿児島は最終クォーター4点、福岡は最終クォーターに入って15点、点をふわりとスミスに出そうというところ。ここはラインクロスしていない西川のディープスリー、きます。これで70点に点を乗せてきます。タイムアウト前は7番の西川のディープスリー、アイラブラウンを使ってダブルチーム、アイラブラウン中に出したスミス、最後はアイラブラウンのダンクショット。これで差は2桁になりました。中に入っていくキックアウト、児玉だ、ブロックショット、アイラブラウン、もう一度児玉、外に出したハームスのスリー、